まります。ご注意ください。ただいま戻りました。おお、帰ったか。ご苦労さん。連続で悪いんだが、臨時パトロールに行ってもらえるか。結構な数のまがいものを退治してるけど、悪化する一方なのよね。被害者のニュースは減ってない。むしろ増加傾向。やっぱ俺たちだけじゃやれることは限界あんのかな。だからといって警察に助けを求めるわけにもいかないよ。だよな。真っ先に参考人としてこいつが連れて行かれちまうもんな。真のヒーローってやつは国家権力には頼らねえのがセオリーだ。地道にコツコツやれることをやっていこうぜ。で、臨時パトロールの編成はどうしよっか。わよ。じゃあ僕たちは駅前を見回るよ。君たちはソフマップ本店の方を頼む。気をつけて行ってきてくださいね。やった。今のところ怪しい奴らは見当たらないわね。ほら、あんたもパトロールしなさい。私ね、正直言うとまだ現実感ないんだ。あんたが人間以外のものになってるってことが。だって見た目も性格も元のままじゃん。食欲旺盛なのは育ち盛りだし、日焼けはちょっとひどいだけでしょ。もしかしてこれってタチの悪い夢なんじゃないかって。まがいものなんていないし、いつもみたいにバカやってるだけでさ。なんてね、しんみりするのは柄じゃないか。冗談冗談。もっとこうリアルと向き合わないとね。さあさあ、ぼやいてないで。例のアプリでまがいもの検索検索っと。って、うわっ！あのワゴンセールの前にいる集団、まがいものだ！てめえらは、まがいもの狩りの！俺たちの理念も共有できない、落ちこぼれの分際で！お前らを倒した時の報酬は、イスレア確定だから！ストプリの限定リベンジフィギュアのために死ねえ！Oh!
私はあんたと違って自転車乗って鍛えてるからね。でもさ、さっきあいつら変なこと言ってたよね。報酬がどうとか。あんたがまがいものを退治してるってこと、組織にバレちゃったみたいだね。これからはもっと気を引き締めないとダメだからね。よし、じゃあモグラに戻ろっか。え？